芸術表現行動学科舞踊教育学コースの教員をしております水村真由美と申します。今日は私が担当している授業の一つの動作学実験演習をご紹介するとともに、私と一緒に研究をしている学生たちが行っている研究についてご紹介したいと思います。今日ご紹介する授業は動作学実験演習といいます。動作学実験演習は学部の3年生が前期に履修する授業です。3年生は後期から卒業論文に向けての活動を始めます。コースでは3年生の前期にコースの5人の教員がそれぞれに専門的な実験演習の授業を行っています。私の研究分野は身体運動科学です。まさに体や人間が行う運動を科学する分野となります。分かりやすく言うとスポーツ科学とでも言いましょうか。スポーツの選手を科学するのと同じように私の研究としてはダンスや身体表現を科学するということを行っています。動作学実験演習は3年生で履修しますが、その前に学生の皆さんは解剖学、生理学、動作学、運動学といった体や体の動きに関する科学的な基礎知識を学びます。そこで得た知識をもとに実際に実験演習をすることで体を科学的に解析する視点を学びます。この授業では実際には大きく2つのことをしています。一つは英語の科学論文を読んで、すでにどんな研究が身体運動科学の分野で行われているかを理解します。そしてその知識をもとに実際に自分たちの体や動作を実験で分析をして、その得られたデータを解析して実際にそのデータをまとめるというような作業を通じて、より深い知識を得るのがこの動作学実験演習となります。この実験室ではモーションキャプチャーシステムという3次元で動作を解析する実験システムがあるところで、今日はダンスの動作を対象とした実験をしています。8台のカメラを使っていろんな方向から動作を撮影します。また実験の踊りを踊ってくれるダンサーの体にはこういう小さいですね、反射マーカーと呼ばれる光るマーカーを体の37箇所につけています。でその37箇所のこのマーカーの位置から体のいろんな関節がどんなふうに動くか、あるいはどんなスピードで動くかということを解析することができます。身体運動科学の分野ではこのシステムを用いてスポーツ選手、トップアスリートの動作がどのようなメカニズムになっているかということを調べて、より技術を上げるためにどんな練習をしたらいいか、あるいはどんなトレーニングをしたらいいかという研究が行われています。またアスリートとかダンサーもそうですけれども、激しく体を動かす人は怪我をするリスクを負うことになりますが、怪我をしないためにどんな動作をしたらいいかというような研究も行われています。スポーツ選手を対象とした研究はたくさんありますが、ダンサーを対象とした研究というのは海外では少しずつ増えてますけれども、まだ日本では研究している人が少ないので、これからいろんなダンスの動作を解析することによってダンスの運動としての魅力、素晴らしさを科学的に伝えられる研究が増えたらいいなというふうに思っています。
私たちはあちらで撮ったビデオの方をこちらのパソコンの方に落とした後にこの動作解析ソフトを用いて動作を分析しています。でこちらのソフトでは、体につけたマーカーをデジタイズしていくことによって角度だったり移動した長さだったりを明らかにしてデータを分析していくという方法を用いて動作分析しています。私は卒業論文作成に向けて履物の違い、裸足、靴下、バレーシューズ、運動靴など履物が変わることによって着地動作がどのように変化をするか、また怪我のリスクがどのように変化するかについて実験を通して明らかにしたいと考えています。この学科では実際に実技の授業では踊ったり、また座学の授業では動作学や解剖学、生理学といった面から勉強をして、勉強したことを実際に実技の方で活かしたりといったことができるので、とても楽しく学んでいます。私は大学院でバレエのジュテアントルラッセという動作について研究を行っています。バレエのレッスンを長年続けていくことによって動作にどのような違いが出るのかということを明らかにするために、バレエの長期経験者と短期経験者の動作特性の比較を行っています。普段レッスンでは割と感覚的な考え方というものが多くなってしまいますが、ここでは自身の動作をより数値のデータとして見ることができるので、とても充実した研究活動を行うことができます。皆さん、舞踊教育学コースの授業や研究の風景はいかがでしたでしょうか。舞踊教育学コースは実技と理論と非常に多角的に舞踊やスポーツや身体表現を学ぶことができるコースですので、ぜひお茶の水女子大学に来ていただいて一緒に勉強したり実験したり踊ったりしたいと思います。では皆さんお待ちしています。